書道の研究ということで選ばせていただいて、またなんかこう絵を描いてみたいっていう、それで南画を、ね、描くことになりました。10年くらい習ったんですけども、なんか物足りない、与えられるだけじゃなくて自分から湧き上がってくるようなものを描いてみたいっていうことで、いろんな会へ出品していたのをやめまして、そうだ、個展を自分でやっていこうっていう決心した時に絵を意識し始めました。習ってる時にやっぱり与えられるものだけじゃなくて、自分でいろんな展覧会を見たり本を読んだり作家の生き方を眺めると、やっぱり孤独で自分の世界を持っているっていうことが一番大切なことだっていうことに気づきまして、自分って絵をやってきたのにこんなに下手だったのかなって思いまして、もう本当に打ちのめされましてね、一からやっぱりルオが言うように真っ黒になるまで描き込めって言うんですよね、ルオもね。やっぱりその繰り返し繰り返しで何か光が見えてくるんじゃないかということで、またこれが色を使ってみたいっていうことがだんだんこう気持ちの中で湧きを起こってきましてね、そこでハタッと思いまして、なんだ墨にこだわっていたんですけど、もっと気持ちを柔軟に持って色も使っていいんだっていう風に、なんかパーッと明るくなったんですよね、気持ちが。それで10回目の個展の時に初めてバラを描いたんですけど、その時は本当にもう感動しまして、それでやっと思うように描くようになってきましたけども、バラというのは、まあ、花の中の、王女様っていうか、本当に花の中でもオーラがいっぱいある。花はこの世にあってね、本当に私たちに豊かな気持ちを与えてくれて、唯一なんていうか汚れのないもののように思って無償の愛を感じるんですね。その花と一体にならないっていうか、心が動かないと絵って描けないんですよね。心が動くっていうことは感動するっていうことですので、それで初めて筆を持って、それで生きた絵ができる。ですから絵は技術も大事ですけども、私は心を育てる、それはいろんな、まあ、自分の感動した本を読むとか、旅行をして風景を眺めるとか、いろんな方とお話を
させていただくとか、そういうことでだんだん心が育っていくので、それが一番大事なことで、それでそれを基盤に筆を持たせていただくということで、花を生かしてあげたいと思ってます。これからも喜びいっぱい、元気いっぱいに描きたいと思います。